この用地を取って他で飼育できるところに持っていくという作業をこれからしなければいけないというわけなんです。今年もね、昨年に引き続き成虫2000頭を目指してね、またねコツコツとね作業していこうと思うんで。超いい感じ。こんにちは、大村先の飼育を中心に蝶々の活動をしている蝶太郎こと柱です。はい、今日もね元気にワクワクドキドキ蝶々の話をさせようと思うんですけど、はい、ということでやってきました。今日はここにいるのは大村先ハウスです。ということは今日やっていくのは大村先の様子を見ていただこうと思います。はい、ということで大村先の現状、今大村先がどんな感じでいるのかっていうのをねちょっと見ていただこうと思うんで、そちらを見ていただけたら嬉しいなと思います。じゃあいきますよ、レッツチョー。はい、では大村先の現状をね見ていただこうと思うんですけど、その前にこちらですね、こちらの木が大村先の餌になる食事植物って言うんですけど、餌になる木、エノキという木です。そのエノキの木の葉っぱがこういう風にねもう芽吹いてきております。あ、幼虫早速いましたね。幼虫も葉っぱのようにもう止まってますね。このようにこれが大村先の幼虫です。はい、そして葉っぱもねいっぱい出てきます。でですよ、大村先ね、今葉っぱの上にもいましたけど、その前にどんなところにいるかと言いますと、こちらです。お分かりでしょうか、このねあの映像のど真ん中にいます。こういう風に V 字の枝の真ん中にこうやって陣取ってるという行動をします。ああ、こっちもいますね。これもそうですね、これも大村先の幼虫です。このように木の股に必死に捕まっているというわけです。こちらもいました、こちらもいます。このように木のね股に止まって必死に、これねだからね背中ですね、これがで必死にバレませんようにという風に、もうねあのバレないように背中を向けて必死に捕まってるというわけです。こっちがちょっとあのこっち側です、これ頭ですね、こっちにちょっと頭がね、こっち角があって、で向こうにぐるっと回ってるという感じです。このように止まっているというわけです。でこの止まってどうするかと言いますと、ここに止まって、そしてこの葉っぱを食べて戻る、葉っぱを飛べて戻るというように、ここをね自分の陣地にしてるというわけですね、台座にしてるというわけです。はい、そんな行動をします。でですよね、これいっぱい幼虫いますよね。でよく考えたら、ここね、この木の根元、このね木の根元付近の葉っぱの裏などで、冬を過ごしてたんですけど、ここね僕数えたんですよ。あの越冬幼虫を数えて、カチ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 カウンターで数えて、袋で小分けにするっていうのをしました。こっちもみんなそれをしました。もうねこれでもかっていうぐらいもう全部探しまくった、探した時に言った言葉があるんです。そうなんです、数え漏れね。どんだけ僕がもうこのね慣れた僕のこの大村先の飼育家プロの僕が数えたって必ず数え漏れがあります。それがこれみんな上がってきてる子なんですよ。だからどんだけ僕ももうこれでもこれ以上見つからんぞって数えても、なんとこの木なんて、ここに幼虫がいますね。ちょっとごめんなさい、ピントが合わないな。どんだけ数えたって数えめ、こちらですね、ここに幼虫いますね。ここにも幼虫です。ここも幼虫がいます。さらに一番上に行くと、なんと、じゃーん、こちらごめんなさい、ピントが合わないかもしれないんで、ちょっと横に写真載ってきますけど、ここに幼虫、1、2、3、4、5、あ、怒っちゃった、5頭います。さらにこの上行くと、幼虫、みんな枝の股に幼虫ついてます。こっちもそう、幼虫、みんな股に幼虫がついてます。これ、すごくないですか、数え漏れ。数えきれなかった子がこれだけたくさんこの枝に登ってるんですよ。ね。で、登ってるからまあいいんですよ。生きてるからね。元気な証拠っていうのはいいんですけど、この子たち、これで置いとくとどうなるかと言いますと、葉っぱを全部食べ尽くします。えのきが負けちゃいます。えのきが負けるっていうのは、これ今青々としてるんですけども、もうこれだけいっぱいの幼虫やると葉っぱがもうゼロになっちゃいます。この木でこんなに飼育できないんで、育てれないんで、ゼロになっています。じゃあどうするかと言いますと、本当は良くないんだけど、この幼虫を取って、他で飼育とできるところに持っていくという作業をこれからしなければいけないというわけなんです。だから、取りやすい場所と取りにくい場所が実はあります。あんまり股のところは取りにくいんですけど、こういうところの子はね、割とね、取りやすいです。ちょっとピントがあってほしいけどなぁ。あ、ないかな。こちらに横についてることが、こう横向きに
ゆっくりこのようにさっと取ってあげると、こうすると取れるというわけです。で、このね、幼虫取った時にこの子ね、この子ちょっとピンと合うかな、この子、はいね、こうやって丸まってますよね。これが元気な印です。こうやってキューッと丸くなるってことは、あ、元気だなと分かるというわけです。そしてこの幼虫を他の木がまだいっぱい葉っぱがあるところに移動させてあげるっていうのをこれからね、今日やっていこうと思うんで、そのね、幼虫を取って違うところに持っていくという作業をこれからやっていくんで、そちらのね、様子を見ていただけたらなと思います。こちらもね、結構ね、大事な作業になってくるんで、その様子をご覧ください。はい、じゃあね、ちょっと取っていく作業をね、見てもらうと思います。本当はね、幼虫手で触らない方がいいんですけど、このままほっとくとみんなね、葉っぱがなくなって餓死してしまうんで、もうこれはね、仕方がない作業になります。でもね、あのポイントがあります。取るポイントがあります。この指の腹ありますよね。この腹でこのね、幼虫をこのように横からそっとこう取る。こんな感じです。そーっと取るんです。で、このね、お皿にこうやって入れていくんです。もう一度いきますよ。どこいいかな。この子にしましょう。この子なんかカレー枝についてますね。こう横からこうそーっと取ってあげる。こんな感じです。で、丸々元気ですね。はい、これを置いていくと。これをひたすらやるんです。はい。もう一つやりましょうか。もう一箇所。で、こういうところ、こういう完全に股についてるところは取りにくいんですよ。だからもう引っ張らないといけないんで、なるべくね、その力がかからないようにしてあげないんで、でもね、さっき言ったように、こういうところが多いんですよ。みんな股に進んでるんで多いんですけど、なるべくそうじゃない子、ね、こことかいいんじゃないですか。ここの子をね、ここちょっと行きましょう。こういうところの子を、この手の腹でゆっくりこのように、お尻からこう行くのもあれですね。こうしてゆっくり取る。そして、入れる。この繰り返しです。で、このお皿に取ったやつを葉っぱがいっぱいあるところに持っていくというわけです。じゃあね、ちょっとね、今日はこの木からね、そういう救出できるところの子供幼虫を取って運ぶ作業を今日はね、しようと思うんで、そちら見ていただこうと思います。あ、もう一つ、こういうの取りやすいです。こうね、今葉っぱに来てる子いますね。こういうのが取りやすいです。ここいますね、この子。葉っぱに来てる子はもう取りやすいですね。こういう風に取ると。ね、簡単に取れます。なるべく持たない、強く持たない、とにかく強く持たないということを考えるというわけですね。はい、じゃあね、ちょっと、作業、取っていく作業をひたすら今日はこれをずっとするんで、その作業をご覧ください。はい、ということで、じゃあこのお皿に蝶々の幼虫を、大紫の幼虫を救出作戦しようと思います。はい、ということで、この数えている早送り動画のところで、ちょっとね、副音声でお届けしようと思います。はい、撮ってますね。もう超たくさん登っていました。もうこれは大変でした。特にね、この右の木は本当にね、もう枯れ枝がたくさんで、あまりね、今年ちょっと調子悪いんで、たくさんね、飼育できないと思うんで、やっぱり他で飼育するしかないなというところですね。でですよ、ちょっとね、昨年ちょっと言うのを忘れたかもしれないんですけど、越冬幼虫を100頭ずつ袋詰めにしているんですけど、数えた結果、2600でした。そうなんです。越冬幼虫数えたのは2600数えました。しかし、そのね、先ほど言ったように、数え漏れ。わあ、なんか左上に猫いますね。猫が歩いてますね。はい。ちょっとごめん、話されました。数え漏れが、いるんですよ。数え漏れが、今日はね、多分、確かね、300ぐらい取れたはずです。で、おそらく、ここのハウスで数え漏れが500はいると思います。なので、越冬幼虫、これで3000は超えたはずです。ここで。ここだけでね。他も数え漏れがあるんで、まあ、おそらく4000はちょっといないかなっていうところですけど、まあまあ、それぐらいの越冬幼虫がいるということで、今年もね、昨年に引き続き、成虫2000頭を目指してね、またね、コツコツとね、作業していこうと思うんで、引き続きね、そのね、経過作業、成虫になるまでの経過作業も、このように、皆さん楽しんで見ていただけたらなと思います。でですよ、これね、登ってるのを撮ってますけど、そうですよ、まだ、寝てる子もいるんです。そうです。まだ根元で寝てる子もいるんで、これから続々とまだ登っていくんです。そうなんです。時間差があるんで、まだ登っていくんで、まだまだこれからいるんで、そちらも取っていこうと思います。はい。ということで、幼虫の回収作業を終了しました。ちょっとね、そのね、幼虫、どんだけ取れたかっていうのをね、ちょっと見ていただこうと思うんで、まずはね、そちらの様子をご覧ください。
はい、じゃあね、幼虫見ていただこうと思うんですけど、僕ねちょっとね使いたくない言葉があって、閲覧注意っていう言葉ですよ。よくねゴキブリとかが出たら閲覧注意とかいう言葉がね皆さん使うと思うんですけど、僕はそれはね昆虫に失礼だと思うんですよね。ゴキブリだってカブトムシだって僕は同じ昆虫だと思ってるんで、もちろんねそれが不快だって思う人がね多いね、この一般的なことが分かるんですけど、この大紫色この幼虫もうじゃうじゃちょっと気持ち悪いっていう方も分かるんですけど、僕は閲覧注意という言葉は使いたくないです。では見ていただきましょう。はい、じゃーん、こんなにいっぱいです。これはすごい。これ全部風漏れです。ちょっとね、途中でも風なかったんですけども、300ぐらいいるかな、もしかしたらっていうぐらいです。ねえ、もうみんな動いてますね。今日はあったかいんで動いてますね。このお皿を、じゃあね、次続いて、ね、木が、でっかい木の葉っぱがたくさんあるところに移動して、いっぱい葉っぱを食べてもらおうと思います。じゃあね、そちら、続いて行こうと思うんで、そちらのね、持っていく様子、移動する様子を、ご覧くださーい。はい、ということでやってきました。こちらの超超特大のえのき編みかけ、こちらに先ほど持ってきた幼虫を入れようと思います。まだまだねこっち葉っぱ超超たくさんあるんで、余裕があるんで、こちらにね幼虫入れて、そして葉っぱを食べてたくさん食べてもらって成長するっていうのをやっていこうと思います。はい、ということで前回ここにもね幼虫を置いたんですけど、まだまだねたくさんねここはいけるなと思ってたんで足しました。いきますよ。じゃーん、こちらにいっぱい登らせました。全部幼虫です。はい、いっぱい登っていきなさいよ。はい、こちらとこちらもです。じゃーん、いっぱい登ってます。この2箇所と、そしてこのねでっかいこっち3箇所目は、このお皿をこのように置きました。お皿の中幼虫いますね。これをね、伝って、このね、棒を伝っても登っていくし、こっちからも登っていくんで、こちら3箇所に大体ね、100、100、100ぐらいは入ったかなと思います。はい、これに登ってもらって、こんな感じですね。枝だらけでしょ？芽もいっぱい吹いてますね。こちら、この木に登って、いっぱいね、葉っぱ食べてもらうというわけです。はい、ということで、おー、いますね、いますね。ここにいますね。この子も登ってますね。はい、ということでこちらね余裕があるんで、まだね入れれると思うんで、このようにして、運んできては、こうやって幼虫を登らせて葉っぱを食べてもらうという作業でした。ではね、最後ちょっとねまとめ動画撮ろうと思うんで、そちらの様子もご覧ください。はい、ということで大紫の幼虫移動完了しました。はい、いかがだったでしょうか。このようにここのね大紫ね、数え漏れね、数えきれなかったやつが続々と登ってくると、それをこの木では買いきれないやつを他のねもうところに移動させるっていうのをやりますね。これ一回だけじゃないんですよ。これを毎回毎回するんです。しかもここ網あるじゃないですか。もう網の上からも登って、このハウスのこの支柱にも登ってるんです。実はそういうのも一匹一匹一頭一頭捕まえて、ああいう風にいろんな小学校や幼稚園網掛けしているところにバランスを取りながら入れるというわけです。で、向こうまた入れすぎたら、またそれで葉っぱ足りなかったら、また別のところ入れないっていう風になるんで、それを様子見ながら、まだいけるかな、もうちょっとここは終わりかなっていう風に見定めてやるっていうのを大紫の飼育はやっていきます。はい、ということで最後はこちら公式 LINE やってます。公式 LINE ではイベント情報だったり蝶々の写真をプレゼントしてるんで、もしよかったら登録してあげたら嬉しいなと思います。はい、ということで、ではまた次回の蝶々の動画でお会いしましょう。蝶なら蝶なら蝶なら。